トライアスロン特有のパーツ DH バー。 DH バーを使ってバイクパフォーマンスを飛躍的にアップさせましょう。こんにちは、ヒロです。今回の動画のテーマは DH バーのすすめということで、トライアスロンのバイクにおける特有のパーツである DH バー、こちらを解説していきたいと思います。まあ、トライアスロンのバイクパート、やったことある人ならわかると思うんですけど、基本的には平坦でまっすぐな道っていうのが多いんですね。そこでバイクパフォーマンスを上げるために DH バーというものが使われます。今回の動画ではトライアスロンの初心者や DH バーを導入しようか迷っている方に向けて、 DH バーとはどういう部品か、どのような効果があるのかということを解説していきたいと思います。ちなみに僕の YouTube チャンネルではトライアスロン関連の情報をメインに発信しています。トライアスロンを始めて3年でアイアンマンを完走した経験をもとに、主に初心者向けの情報を同じ目線でお届けするようにしています。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。では早速本日のテーマ、 DH バーのおすすめ、やっていきましょう。はい、では今回のテーマは DH バーなんですが、今回の動画の目次としてこんな感じで展開していきたいと思います。まず順番に DH バーとは、メリット、デメリット、使用上の注意点、僕が使用する DH バー、そして最後にまとめという形で展開していきたいと思います。ではまず1番目、 DH バーとは、まずは言葉で説明するよりも実際にお見せした方が早いと思うので、こちらに僕の愛用するロードバイクを持ってきているんですが、今こちらのハンドル周りについている2本角のように出ているこちらの部品、こちらが DH バーです。でこちらの DH バー、なぜ DH というか名前の由来なんですけど、ダウンヒル、こちらの頭文字を取って DH バーと呼びます。こちらのバーを持って構えた時にスキーのダウンヒルのように前傾姿勢になることから、そう呼ばれるようになったと言われています。でこの DH バーをつけることによってどのような効果があるかというと、やはり前傾姿勢になれること、もう本当に極端な前傾姿勢を取ることができるので、体にかかる空気抵抗を大幅に減らす効果があります。それが結果的にバイクのスピードアップにつながるわけですね。実際握った時の感覚をお見せすると、はい、今ちょっとサドルに腰掛けてはいないんですけど、こんな感じでここにパッドがあってですね、ここに肘を乗せて、でバーを握り込むという姿勢になりますね。でこの状態っていうのは、下ハンドルを握った時よりもさらに前傾姿勢になることができます。なのでこちらの DH バーを握っている時が最も空気抵抗を受けにくい体勢ということになります。でこういった DH バーっていうのはトライアスロン用の TT バイクではもともと備え付けられているパーツなんですけど、今回の動画ではロードバイクにオプションとして付ける、まあ実際にね、僕がつけているようなこういったパーツのことをメインとして紹介していきたいと思います。では次にメリットとデメリットの話なんですが、ちょっと一回降りますね。よいしょ。はい、ではまず DH バーを使うことによるメリットなんですが、まずはスピードが上がる、それから体が疲れにくくなる、こちらの2点が大きなメリットとして挙げられます。まずスピードが上がるっていうのは、先ほどお見せした極端な前傾姿勢、やっぱりこれによって体にかかる空気抵抗を大幅になくすことができるので、スピードアップにつながるということで、個人的には2キロか3キロ、時速にして2キロか3キロはもう楽に速くなってるかなと感じてます。あと体が疲れにくくなるっていうのは、まずハンドルを握るポジションが1つ増えるということになって、通常だとブラケット、下ハンドル、それから上ハンドル、こちらの3つのポジションになるんですけど、 DH バーのこちらが増えることによってポジションが4つになります。でポジションが1つ増えることによって同じ姿勢をとる時間っていうのが相対的に減らすことができるようになるので、体の疲労っていうのを分散させることができます。長丁場のミドルやロングのレースなんかでは結構重宝してきます。で逆にデメリットなんですが、3つあって、1つが走行が難しい、2つ目がブレーキが遅れる、
3つ目が重量が増える。こちらの3つがデメリットとして挙げられますね。で、走行が難しいっていうのはやっぱり DH バーをこう握る体勢っていうのはこれまでの乗車姿勢と大きく異なりますので、慣れないうちはバランスを取るのが非常に難しいです。必ずレース前なんかには安全な場所で練習してほしいですし、ハンドリングも悪くなるので急カーブなんかの時には無理をせずにこちらのブラケットの方に持ち替える方がいいかなと思います。で、ブレーキが遅れるっていうのはやっぱり DH バーのここのバーの部分にはブレーキレバーがついていないので、ブレーキが必要な場合にはこちらのブラケット部分に手を持ち替える必要があります。で、このワンテンポ時間にして1秒もないぐらいかもしれないんですが、スピードが出ている状態だとこのワンテンポの遅れで大きな事故や落車を引き起こしてしまう可能性があるので十分注意してください。あと DH バーを装着することで単純にバイクの重量が増えます。ただ一般的なトライアスロンレースでは登攀コースっていうのはごく一部で、基本的にはフラットでまっすぐなコースが多いです。ほとんどの場合においてこの DH バーを使うメリットの方が上回ることが多いと考えてますので、重量はさほど気にする必要はないかなと思ってます。はい、次に使用上の注意点。今回紹介したい注意点は2つで、1つ目が練習時の安全確保、2つ目がポジションの調整。で、練習時の安全確保っていうところで言うと、やっぱり DH バーを使っての走行練習はくれぐれも周囲の安全を確保した状態で行うようにしてください。先ほどメリットデメリットを挙げたように、スピードアップするにもかかわらずハンドリングやブレーキが難しくなる状態っていうのは事故の発生率が上がってしまいます。なので、なるべく公道では DH バーを握らないようにして、サイクリングロードや公園などの確実に安全が確保できる場所、そういったところでのみ使用することを推奨します。あと、ポジション調整っていうのは DH バーを握り込むことによって前傾姿勢になるので、多少姿勢が窮屈に感じることもあるかもしれません。人によっては呼吸が苦しくなったり首や腰なんかに痛みが出ることもあるんですね。サドルの位置やハンドルの高さを変えることで対応できることもあるんですが、基本的に DH バーの個体差や、まあ、人による個人差っていうのもあるので、細かいバイクポジションの調整が必要な場合は専門店に相談することをお勧めします。はい、では僕が使用する DH バーなんですが、僕が今使っているこちらについている DH バーはプロファイルデザインの V2 プラスというモデルですね。これ確かもう生産中止になっていて売ってないかもしれないんですけど、こちらはですね、ハンドルの下からバーが出てくるちょっと珍しいタイプなんですね。ただそれだけバーの位置が低くなるので深い前傾姿勢を取ることができるようになります。で、バーの形状はこちら S 字になっている形で S ベンドと呼ばれるタイプですね。バーの形状でいうと他にスキーベンド、ドロップベンド、ストレートというタイプがあるんですけど、まあ、周りの人ではスキーベンドタイプを使う人が多いですかね。一般受けしやすくて誰でも安定して DH ポジションを取りやすい形状かなと思います。はい、以上が DH バーの紹介になります。今回の動画では DH バーとはどういうものか、それからメリット、デメリット、注意点なんかを紹介しました。やっぱり DH バーっていうのはトライアスロンのバイクパフォーマンスにおいてかなり速攻性があってかつ効果も高いアイテムなので、ぜひ皆さんに取り入れてほしいなと思います。あと、この DH バー装着して外走ってるとやっぱり見た目にも目立ちますし、トライアスロンをやってる感みたいなのが生まれるので練習のモチベーションにもなるんじゃないかなと思います。使用する上でやっぱり危険や注意点っていうのは少なからずあるんですが、安全に配慮をした上でぜひ使ってみてください。それでは今回の動画以上になります。今回の動画で DH バーいいじゃんと思ってくれた方はぜひいいねやコメントをお願いします。インスタや Twitter もやってます。あと、公式 LINE の方でトライアスロンに関する個別相談も受け付けてますので、よかったら見てみてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのトライアスロンライフが DH バーでもっと楽しくなりますように。それでは。